はい、どうもこんにちは、内藤真嗣です。今日はですね、アイビスペイントを使って絵を描いてみたいと思います。まずこのアプリアイビスペイントを起動させて、マイギャラリーを押します。これはこれかな、これじゃないかな、あ、プラスだ、プラス。そしてサイズ、僕はハードディスク、ハードディスクサイズで描いてます。でこれでもう、この鉛筆マークでですね、これブラシで書いてありますね。ブラシでこうやって書けるんですけど、でこれで戻るボタンですね。これ戻る矢印見えますかね、押したから消えましたね。これがペンの種類ですね。サイズを切ります。これ太さを調節できるわけですね。こうやってこれで変えたらこれぐらいで、今日はちょっと猫ちゃん描いていきます。だいたい僕はこれぐらいの大きさで描きますね。 2.3 ぐらいですね。でまあ僕の場合はいつも猫はこんな、猫さんこんな感じで、こんな感じで、まあ、当たりを書いてですね、こんな感じですね。今僕横から書いてるんですけど、これちょっと書きづらくなってます、頑張っていきます。拡大させたり縮小したりしてこんな感じです。こんな感じですね。あ、ひげこんな感じですね。ひげこんな感じです。で、はい、こんな感じです。で、表情をつけるため、眉毛描きます。こんな感じですね。これを下書きにしたいと思います。で、ここを押して、これ、こうだな。このプラスを押すと、レイヤーが増えていきますので、レイヤーを増やします。レイヤー増やしたらこれを下書きを薄くして上からこう縁取っていくんですけど、外側の線は大きめに書きます。僕はこんな感じですね。これでここを押すと手ブレ補正ができるんですけど、僕はあまり手ブレ補正使わないんで、このちょっとゆるゆるしてるのも味かなと思ってそのまま使ってます。こう回していきます。でこんな感じですね。こんな感じ。こんな感じだ。で中の線はちょっと細くします。3.8 ぐらいかな。でこんな感じです。うん。で、目を描いていきます。こんな感じです。こんな感じですね。こんな感じ。ちっちゃくしたりでっかくしたりして全体のバランスを取ります。シュッって言った方がね、シュッって書ける気がします。シュッ、こんな感じですね。そんな感じ。そうそう。でこんな感じですね。どんな感じですか。
よくわかりませんけど、こんな感じで、こんな感じで書いてます。こんな感じですね。うん、で鼻ちょっとちっちゃくしたい。 3.3 ぐらい。うん、そしてひげもちょっと細い感じでやってきます。うん、こんな感じかな。ちょっと短いね、こっちね。で、この中入っちゃってると、この割れ目みたいだからわざと出します。よっしゃ。で、分かりやすいように下書き消します。これ押して下書き消します。で、はみ出てるとこ消します。待てが、はみ出てるとここうやって消します。この種類もこうやって選べるんですね。ソフトで消す。今僕はソフトで消してます。このエアブラシとかで消しちゃうと、いや、まあちょっと違うか、あ、でか、ちょっと違う形になっちゃうんで、これ上げたのは消すパワーっていうか、消す、例えばこれでっかくして消しますね。一気に消えちゃう、一気に消えちゃう。これ下げるとちょっとずつしか消えない。そんな感じです。何回やったっけこれで。では戻します。元の時を戻れ。ちゃんと戻ったかな。消すのはペンソフトで消した方がいいかなと。で、出てるとこ消します。出てるとこ、出てるとこ消します。出てるとこ消します。枝毛出てるみたいだから消します。これもね、線消しますよ。もうなくなっちゃった。こんな微妙に出てるのは消しゴムの先も細くして消します。うん、でこうやって消してって、あ、おなくなっちゃった。こんな感じですね。ちっちゃくね。もっとでかくして消すと、はいはいはい、ペン書きひとまず終わったんで、これで色塗ります。色塗る、これを先頭持ってくる。で、こうやって色塗るの下に、下のレイヤー塗っていくんで、レイヤー足します。で、上に足したのはホワイト、目の光とかを入れるように天の上にレイヤー作りました。まあ後でまた言います。で、色決めます。バケツ塗りです。何をしようかな、まあ、ちょっと元気出るようにオレンジにしますかね。元気ですからね、オレンジで。こうやって一発で塗れますね。ほら、便利で、これを今度下に持っていきます。白いとこ塗りたいんで、白いとこってこうやってクリッピングしますね。クリッピング、そしたら例えばこうやって適当に塗ってもはみ出ないんですよ。ってことは、そうですね、こうやれば白いとこ塗れるんですよ。これ感じて、ほら、かわいいでしょ。
感じだな、うん、消しちゃい、こんな感じ、こんな感じだな、これもバケツに塗っちゃう。同じように目もこうやって外側描いちゃえば、あとはバケツで塗ります。白白あっちゅうまあっちゅうまですね。でこの目何色でしょうか。補色の関係の方がだいたいバランスがいいと思うんですよね。僕はこのオレンジ使ったら薄い、オレンジ使ったら薄い青をのっけてあげれば合うかなと、色落ち着くかなと僕はちょっと思います、でうん、驚いた目になっちゃったね。こんな感じ、こんな感じ、うん、こんな微妙に濡れないとこ、こうやって、あ、出た、こうやってこうですね、微調後で塗れば。で、口も塗ります。そのままの色を僕は使いたくないんで、ちょっと変えますね。バランスを合わせます。薄い青、ちょっと薄いオレンジ、じゃあちょっと薄いピンクとかでバランスとります。こんな感じで、あ、間違えた、鼻に薄いピンク塗ったんで、ほっぺに描いてバランスとるみたいな感じです。角膜がちょっと生き生きしてほしいんで、濃い青、バラちょっと種類が違う顔になっちゃったな、これって時はこいつを吸収して、この青から濃くすると、そしたら同種類の青の濃いやつなんで、色にバランスが合うかなと、色のバランスが合うかなと思います。うん、あ、間違えた、戻った。でこういう線とかも真っ黒くしちゃうと、これ黒が目立っちゃうと思うんで、このオレンジを吸出して、これを濃くして、あ、もうちょい、こんな感じですね。感じで描いてます。で、目の光をここ、ペンの線の上に目の光を入れたいので、こんな感じ、上ですね、こう塗り忘れてる。でこれでこう目の光を入れて、こんな感じです。こんな感じですね。あと、
まあ付け足すとしたらちょっと寂しいんで、耳だな、耳の中、耳の中、もう一回じゃん、こうやって。あ、お腹鳴っちゃった。で、このことこの色すると間にオレンジがあるんで目立たないんで、もうちょい薄くします。もうちょい薄く、うん、こんぐらいな。で、塗ってますよって、これ耳ありますよっつってアクセントになるんで、これ耳を塗ります。ね、可愛くなった。こっちの耳でかいな、これね。でかかったな、これちょっと。お、耳立ってるようになっちゃったな、これ。そういう時はこっちはね、こっち向いてると、耳こっち向いてます。そういうことにします。そういうことにしたら、線こっち向いてるってことなんで、黒くしてこの線と同じ太さで、ちょっと線足そうかな、そうすると変化出てこっちに向いてるみたいに見せる作戦。そうですね。そうそう。だからバランス取れたかなって感じですね。これ濡れてないね、これね。これ、あ、ちょ、あとで、もう。で、ちょんちょんってしてあれば、ちょんちょんって。まつげ。はい、まつげ。こんな感じですね。いろんなところに色を足していけば、その分他のところにも足してバランスを取らなくちゃならなくなるんで、これでいいかなと、この白どこだ、ここか。こうやって思い切り塗ってもこれ上に描いてるんで全然出ないですよね。で、こんな感じです。で、これピング保存すれば、このタブレットに保存できます。保存できて、ツイッターとかにつぶやいていると、そういう利用をしてますね、僕は。以上です。また会いましょう。